サメの塾のことです。こちらの動画ではですね、私と他の簿記講師との差別化ポイント、違う点ですね、それを話しています。はい、ではその2をいきます。こんな感じですかね。はい、大手の看板に頼ることなく、無名の小さな学習塾経営から人なし、これなし、金なしで、生徒獲得活動を実践してきたため、自らの事例を交えたマーケティング及び経営戦略も講演できると。はい、いうことなんですけどね。まあ、これはどういうことかというとですね、まあ、私自身もね、大手のね、簿記学校の講師経験してましたけどね、まあ、当時はですね、まあ、自分の実力だというふうに勘違いしてた部分がいっぱいありましたけど、やっぱりですね、こう大手さんの看板があるからね、大手さんの看板があるから、まあ、生徒さんが安心して、受講しに来ると、お金を払いに来るというですね、まあ、そういうのは当たり前のことなんですけどね、それがやっぱり雇われた時は分からなかったですね。はい、でしかしですね、まあ、自分が独立して、まあ、8年僕経営してますけど、自分の、ね、名前で、つまり侍塾っていうのはイコール後藤道夫ですからね、自分の名前で、無名のですね、自分の名前で、生徒さんをこう集客していくと、集めていくと、獲得していくというですね、経験をしてきました、ね、で従ってですね、経営の基本である、集客できないとね、経営は始まらないというね、講演、まあ、中小企業家同友会で僕例会でね、報告させていただきましたけど、そこのね、内容はやはりですね、これはちょっと雇われの簿記講師ではね、なかなか喋れないとこじゃないでしょうかね、なかなか使う喋れないとこじゃないでしょうかね、実践経営っていうのはね、実際に経営してみないと分かりませんからね、はい、そういったですね、経営マーケティング、もしくは経営戦略、ね、そこら辺のね、観点も交えてね、簿記講演というのをね、できるのはなかなか少ないと、ね、そういうのができる講師ってなかなか少ないとね、私は思ってますね。その中のね、少ない中でもそのうちの一人が私だと、ね、いうことでね、ぜひ、講演の際にはね、私にお願い、ご依頼をね、してみてください。はい、では以上。